どレミファソラシド。お前、趣のある場所ですね。空の台座がまた哀れを誘う。思うにこの上で輝いていたのでは大量の星々が。木馬さん、アマフリ隕石はどこですか？見ての通りだ。全部なくなっちまってる。それはそれは。では兵器の材料としてディスカードに根こそぎ奪われたということでしょうか？そんなことどうでもいいのですよね、あなたにとっては。だってあなたは隕石のためにここへ来たのではない、死神に会いに来たのだから。何ですかその顔は。気づきますと。だって私はあなたを見ていました、鶴瓶さん。そしてひたむきにも。ならこれも承知かもしれんが、ここだ。俺はここで主を殺した。それから20年、報いも受けずに生きてきたよ。もうけじめをつける時だ。けじめですか。ここで死神と対峙して命を落とすことが。チェズレイ、お前は上に戻れ。これは俺の問題だ。悪いが邪魔をせんでくれ。本当に虫の良い。今から会う死神ならあなたを守り手として死なせてくれるわけですか。先ほど大樹のもとでつぶやいていらっしゃいましたね。守り手として死するべしと。あれを聞いてあなたが20年もの間死なずにいた理由が分かりました。自害もダメ、ただ殺されるだけでもダメ。あなたに必要なのは人を守った結果として訪れる死だ。それなら償いになると思ったのですか。亡き主にも許される死に方だと。これまでさぞかし大勢の人を守ってきたのでしょうね。自分の死を夢見て。CA に扮した私を空まで迎えに来たり、サワールを身を挺してかばったりしたのもその一環でしょうか。分かったよ。鉱山だ。意外と死ねないもんでね。そのようですね。さぞお疲れになったでしょう。だからこそ私に目をつけられてあなたの中に甘えが生じた。もうこいつでいいかと。あなたを狙っている間は他の人間に手を出さない。私はそう約束しましたから。まあ人を守って死んだと言えなくもないですしね。そうだな、苦しい言い訳だった。だがお前は思ってたのと違ったよ。でしょうね。なかなかあなたを殺そうとせず素顔を暴こうと傷をえぐってばかり。じれましたよね。鬱屈しましたよね。けれど私が殺すのはゲスのみだとお伝えしたはずですよ。殺してほしいならゲスを体現してみせればよかったのに。償いのために非道をなせってかい。なるほど。自分の手は汚さず
主に恥じることもせず善人の顔をしたまま死にたかったと。この後に及んで実に浅ましい。悪かったよ。もうお前にいびつな期待をかけたりしない。おや、私が謝罪を欲しているとでも？じゃあなんだ、もういいだろ、これで全部だ。時間がないんだ、もう行ってくれ。行け。なんで邪魔をする。お前だって俺を排除したがってたはずだ。俺が死ぬなら本望だろ。人をバカにするにも程がある。私を死の言い訳に利用しようとしたところまではまだいいでしょう。けれどより都合のいい殺人者が見つかったらもはや用済みだという。私があなたという人間を知るために費やしてきた時間と熱量、その全てを嘲笑うかのように。ちつ、思っていたのと違った。もう必要がない。ファントムと同じセリフだ。木馬さん、私から見たあなたはね、守り手という善人の仮面をかぶった正真正銘のゲスですよ。今こそ差し上げましょう、あなたにふさわしい罰、ふさわしい死を。どうした、木馬。私に殺されるならそれこそ本望だろう。ダンバ様。だが一人では死なせ。愚鈍で罪深い民も一緒だ。この里は救えぬ吐きだめ。飲酒に固執して不幸を生み、今やディスカードとも関わっている。潰した方が世のためだ。何を言って。お前を狙っている間他の人間に手を出さない。確かにそう約束したが、お前が死ねば私はいくらでも人を殺せる。そうだろう。手始めに里の要所に火をかけた。バカな。聞こえないか、あの教官。どこへ行く。お主はここで死ぬのだろう。うっ、それとも見届けたいか。かつての主が民をなぶり殺す様を。案ずるな、木馬。お前に一つ約束しよう。その命と引き換えに民を一人見逃してやる。すなわちお前は人を守って死ぬ。償いを果たせるということだ。20年もの間死に場所を探してさまよってきたのだろう。もうよい。お前は十分苦しんだ。さあ
閉じろ。安息の時が来たのだ。そうだな。やっと楽になれる。自分を騙し切るだけで、それだけでいいのに。それだけが、死んでもできぬまま、このざまだ。木馬、さあ眠るがいい。断る。守らせろ、最後まで。往生際の悪い。何？の。背後から。ようやく本当のあなたが見えた。どうぞ里へ駆けつけてください。私は動けませんので。少しの間ね、肩だけに留めてくださるとはお優しいことです。チェスレイ、ここには地上の音なんか届きゃしない。さっきの悲鳴、以前申し上げたでしょう。心が弱っている人間は催眠にかかりやすいんです。なんだってこんな真似を。私の目的はずっと変わっていませんよ。あなたの素顔を暴くためです。主殺しの木馬さん、あなたは罪を償いたい。言い訳が立つ形で楽になりたい。己の願望のために人を選び、人を利用し、用がなくなれば切り捨てる。善人の仮面の下に弱くてずるいゲスの顔を持っているけれど、最後まで守らせろと言い放ったのもそのゲスです。死の口実のためだけに人を守ってきたのなら、あんな言葉は出てきません。自分で気づいていなかったのか、それとも気づきたくなかったのか。いずれにしても、あなた心の奥底では覚悟を決めていたのですよ。来たるべき最後まで守り手として生き抜く覚悟を。言っておきますが、認めるしかありませんよ。あなた今むき出しですので。守り手として生き抜く、来たるべき最後まで。ああ、しんどいな。しんどいですか。ではそれが罰なのでしょう。あなたはとっくに報いを受け、正しく償い始めている。後追いを禁じた主君の願い通りに。木馬、忍びというのは守り手なのだ。守り手として生き、守り手として死するべく技を極め、心を鍛えよ。お主ならば
それができる。チェズレイ、お前さん案外バカなんだね。どうぞ続けて。美学だかなんだか知らんが、律儀に人の本心探ってしまいには体まで張って俺を消すための手間だったんだろう。さぞ死んで欲しかったんだろうに、もう叶わんよ。自業自得だ。言いますね。まあそれは我慢しましょう。あなたはゲスだが、守り手でもあるらしい。それもまた味なのでしょう。以前あなたが私の濁りを風味だと言ったのと同じくね。ファントムとも誰とも違う、あなただけの味ですよ。お前さん、つくづく思ってたのと違うな。正直最初はゲスにしか見えんかったが。おや、覆してしまってよろしいので。ちなみに先ほど燃やした幹の三日月、あれは本物ですよ。あ、自意識過剰な子供ですね。なんだと？っていうかなんだよ、なんで木の皮なんか削いで。虎徹、探したぞ。よそ者と触れ合うなとあれほど。それにこの辺りにおると今に。今に何、ゴンゾー？何でもよい。ともかく、行くぞ。この辺りにいると、今に来るのでしょうね。死神か。と、まあ、あなたの思い出を削いで剥がして、挙句に燃やしたわけですが。いいんだ。失わんと気づけないこともある。皮肉なことで。あ、いかん、毒炎まかれた。私ではありませんよ。わかってるよ。いいかい、この煙はあっちゅう間に回るから。意識飛ばしなさんな。普通に死ぬよ。容赦ないですね。ごめんごめん、ゲスなもんでさ。お前も散々えぐってきただろう。それが人を生かすこともある。